はい、こんにちは、海坊主です。今日もこのプロジェクトカーズ3やっていきたいと思います。今日はね、久々にキャリアモードの続きですね。ようやくね、ある程度まあお金が貯まったってことで、その GTC を進めていきます。このね、 FWD のシビックが買うことできましたので、とりあえずシビックを買って、こちらのね、まあホットラップの方はね、最後のね条件獲得はできてないんですけど、まあレース2レースとも終わって、残りはこの選手権ですね。まあ3ラウンドってあるんですけど、早い話ノルドシュダイフェを3分割してね、それぞれでレースをするっていう感じです。じゃあそれでは本日もよろしくお願いします。はい、まずね、アシストの方はとりあえずコースガイド以外はオフです。でレジェンダリーのベリーハイですね。やっぱりお気に入りのビルシュテインカラーです。ほんとバカの一つ覚えみたいにね、ビルシュテインカラーですけど、いやね、このね FF って車はね、まだ他の車を扱ってないんでわかんないんですけど、このシビックでのね、ハンコンでの挙動がね、もう違和感ありまくるで気持ち悪かったですね。まあどんな風に気持ち悪いかって言ったらね、アクセルオフでターンインするとね、ハンドルの手応えがゼロなんですよね。そのくせオフにした瞬間にズシッとくるっていう、なんじゃそらっていうね。でなんか挙動もね結構独特ですね。なんかイメージで言うと、そうですね、しっかりと減速した後オフでターンインして、ターンインでクリップあたりからもうベターっと踏んでもいけいけって感じで行った方がなんか速く走れるような感じですね。まだね、他にもっと速い走り方があるのかもしれないですけどね。であとはね、やっぱりね、攻撃性をねベリーハイにしとくとね、もうとんでもないですね。押されるし弾き出されるし、もうやられたい放題やられるんで、もうこっちもね途中からもうえいやーって感じで言ってます。だから AI 相手だとね、まあいいけど、まあオンラインレースでこんなことやったらね、多分すごく嫌われるし、安全性の評価もあるみたいなんでね、多分落ちちゃいますよね。ただね、その違和感ある挙動に慣れてくるとね、結構面白かったですね。結構濡れててもこうエイヤーって行くと結構曲がってくるんですよ。なんかその感覚が新鮮でしたね。ただ残念なのはね、このシビックっていう車 TCR があるんだから、せっかくだったらね TCR って出してほしかったですよね。まあ多分 TCR をイメージして作ってはいるんだろうけど、この車ほら今のところもそうですよね。結構ケツ流れてるのに踏んでけばね、結構ね前に行くんですよ。だから意外とね、速度さえ出過ぎてなければ挙動乱れてもなんとかなるかなっていう感覚でした ね。ここの下りなんかおっかないですよね。 FF の車で240キロとか50キロとか、どんな世界だよって話ですよ。だ本物の車だったらね、トルクステアとかだって半端ないんだろうしね、ほんと生きた心地しねえだろうなって思います。はい、じゃあそろそろゴールですね、多分。はい、2レース目ですね。続きからです。ただね、ここからスタートさせられるとね、ほんと狭いんですよね。もうどこにも行く場所がないって感じで、だから半分押しのけながらね、もうスタートするような感じですよ。ここの先がね、結構やっぱ難しいですよね。下りながらのね、コーナーが連続するのでね、ちょっとスピード出過ぎたななんて思ってブレーキなんか踏んじゃったりするとね、そのまま挙動乱れてスピンとか普通にあったりするんで、ほらもうこんな風にね壁作られるんですよね。だからなんだかんだでね、もう押しのけていくしかないって感じです。でこっから雨が降るんですよ。ほんとこのゲーム雨降らせるの大好きですよね。ただね、思ったよりはね安定するんですよね、雨でも。
FR のがやっぱり挙動的には難しいかもしれないですね。全然安定してねえよって話ですね、今の見た目じゃ。ただね、結構思ったよりはコントロールできるかなって感じはあります。本当コンペティトでのね、雨はなんか最悪って感じだけど、ただやっぱりコーナーによってはね、今見たくね、ちょっと勢いよく詰まりすぎちゃいますよね。ほら、ここ、こうやって壁作られると最低なんですよね。本当このゲームではね、喧嘩レースのような勢いでいかないとダメだったりしますね、本当に。AI 相手だとね、こっちがお上品にやってても、向こうから喧嘩吹っかけてきますからね。そう、この時点で4位だったんですよね。ちょっとやばいかなって感じですよね、このままじゃ。どうなったんだろうって感じですけど。ここからしばらく上りなんでね、そんなトップスピード伸びないんですよね。また立ち上がり下がれちゃいましたけどね、ああやって。もう脇坂選手が言ってましたけどね、夜中ここ走ってる時は本当おっかないらしいですよ。街灯も何にもない真っ暗で、ライトだけですからね。その中でね、200キロオーバーです走ってくんで、もう生きた心地がしねえなんて言ってましたね。でニュル24時間だと遅いクラスの車もいたりするんでね。お、ここでゴールだったみたいですね。はい、第2戦は2位でした。はい、じゃあ続きですね。なんかね、第2戦の区間だとなんか中途半端な気もするけど、キリがいいっちゃキリがいいのかもしれないんだけど、はい、こっからはね、またテクニカルセクションですね。狭いです。まあ序盤にね、まあこのコースで一番有名なコーナー、カルッセルありますね。メリーゴーランドみたいな意味ですね、確かドイツ語で。すごく不安定になりますよね、車の挙動が。だからこのゲームでタイムアタックしてるときね、あんまり思い切っていけないんですよね。ここまで来たやつが全部ね、無意味になるんでね、数分間かけてここまで来て、だからなんとなく攻めきれないんですよ、いつもあそこだけ。ここからね、ほんと細かいコーナーが続きますよね。しかもいやらしい中速コーナー、細く行くとタイム出ねえし、速く行きすぎると飛び出すしっていう難しいところですよね、ここは本当に。でうまい具合にね、縁石乗っていかないとタイムも出ないし、見てわかる通り結構滑らしながらでもね、結構強引に行けちゃうんですよね、この車。そう、アクセルオフで進入してグイッと切り込んで、そのまま踏んでけって感じです。そう、ここら辺がね、あのニュル24時間の時は周りが結構ね、あのバーベキューとかしてて、そういい匂いがするんだなんて脇坂選手が言ってましたよね。あとはあの音楽がガンガンかかってるんでね、夜中も賑やかなんですよなんて言ってましたよね。そう、ここら辺のコーナーがいやらしいんですよね。ここトンって飛ぶんですよ。で他の車でね、早く行くとね、あそこで一気に挙動乱れてやっぱスキンアウトするっていう。である意味本当に怖いのはこの先ですよね。こっからの超高速区間っていうか、ここもやっぱ飛ばしていかねえとタイム出ねえし、でも飛ばしていくとコースアウトして、ここまで来たのに台無しになるっていうね、そういうセクションですよね、ここは。でここの右はまだいいんですけど、ここの左が意外といやらしいんですよね。でここでアウトまで使って、よし今回決まったと思ったら、ここで挙動を乱すんですよ。本当ここのコーナーの出方次第ではね、本当簡単にスピンしますもんね。はい、もう残りは少なくなってきましたね。ここの右コーナーの2連終わったらロングストレートです。ここまで頑張ってきたんだから休憩してよって感じのストレートなんですかね。だってね、油断してるとね、クラス違いの車がね、遅く走ってたりするんで、あの多分ニュール24時間だと速いクラスのね、 GT3 なんか乗ってる人たちは、こんなところでも多分気が抜けねえんだろうなって思います。はい、じゃあここでゴールですね。あれまだかな、
そろそろだったよな。あ、ここでゴールですね。はい、今回はね、久々のキャリアモードの続きをやりました。本当はね、もっと別の車を買いたかったんですけど、他のね、車種限定イベントのためにね、シビックを選んだんでね。いや、嫌いではないんですよ、嫌いではないんですけど、いや、やっぱりね、まだね、どうせ FF だったらっていうのでね、まだ違う車の方が本当は欲しかったんですけど、はい、もうしょうがないですよね。このゲームね、ほんと欲しい車だけ買ってるとね、絶対お金が足んなくなるんでね、そこはちょっと残念です。もうアップデートかなんかでね、もうちょっとね、お金稼ぎやすいようにしてほしいですよね。車種が多いのにお金が稼げないってどういうことって思うんですけど、まあそこを愚痴ってもね、しょうがないですよね。あとは車のアンロック条件ですよね。ドライバーレベルで言えば俺もう7とかそんぐらいなのに、まだ5の車がアンロックされてないっていうのはどういうことなんでしょうかね。はい、まあそんなね、愚痴ばっかり言ってもしょうがないんで、いや、ゲーム自体はね、すごく楽しめてます。久々にね、このまあ F1 2020はそこまででもないけど、まあずっとねコンペティションやってたらね、やっぱりさすがにあのとこまでガチガチすぎるとね、こういう風な、まあ、肩の力を抜いてできるようなね、ゲームもいいですよね。はい、じゃあ今回は以上になります。次回もね、多分キャリアモードを上げると思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。